はい皆さんこんばんはいやーこれすごかったすごかったね栃木 SC 対ジュビロ湯形 J2 最終節最終節ですねでアウェーで敵地、えー、栃木で、えー、ジュビロ戦いますそれで先制され前半42分にギリギリ追いついて後半 逆転勝ち逆、はい、逆転勝ち逆転勝勝ちちしまして、えー、結果として J2 で第2位を獲得しています、はいえー、対するねあのこの今試合前は第4位だったんですね、はいえー、ギリ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 、ね、J1 に上がれない状況、はいで えー、このね、あのー、J1 に上がるには第2位以上じゃないといけないということを自動的にね、それで敵対するのが東京ベルディと清水エスパルス、ここが対戦相手、東京ベルディは得失点差で岩田はもともと勝っていました、これが今回、この栃木に負けると、東京ベルディと清水エスパラス、はい、ここルスに自動的に譲ります。 はい、第4位で終わっちゃうんですね。で、勝つっていうこと。はい。勝っていれば、まず東京デルディには得失点差で勝ちます。で、次に清水エスパルス。えー、とですね、これが1点差。はい。勝ち点1点差なので、えー、この栃木に勝つっていうこと。それと、清水エスパルスが引き分けか、もしくは負けないとダメです。はい。で、清水エスパルス、引き分けでした。なんてね、運命でしょう。はい。これね、うーん。 3, 3節前には清水エスパルスと、えー、静岡ダービーで直接戦って負けてます。東京ベルディは大宮と戦って勝っているんですが、2点差ということですね。得失点差がそうです、ね、10点以上あるので、まあ、ここは大丈夫なところ。はい、で、東京ベルディは、えー、そうあ,あと4点残しで、点あと4点のところで追い,追いつかれたところがあったんですね、はい。これはギリギリ。 ギリギリね、岩田、得失点差で、えー、東京ベルディを下しています、はい。この辺はね、破壊力があるんですね、岩田はね。あの得点力がすごく高いので。うん、で、えー、対して東京ベルディはね、得点力というか、ね、防御力、はい。失点が少ないんですね。はい、で、岩田は、えー、勝ち点を 3, 3入れて、 そして、えっ、ー、とね、これ喜んではいけないのは、去年は、そう、えー、J12022 年は最下位で J2 に落ちたばっかりで、今年はそれで復帰してます。はい、J2 の、えー、21年見ましょうか。はい、これ、首位だったんですよ、J2 で。はい。 得点が圧倒的な差をつけて京,京都パープルサンガに得点を差勝ち点差勝ち点を思い切っつけて J1 に上がったんですが2022年は J1 で最下位で J2 に降りてます J1 に上がっても来年上がっても常にいられるとは限らない J2 にいた方が幸せじゃないかというところでした以上です